世界中の人々を笑顔にスマイル社長こと新発です。本日の仕事の授業始まりました。本日の先生は横浜市議会議員の遊佐大輔議員にお越しいただきます。今やってる仕事の楽しいところとかやりがいとかってありますか？やらかしてしまったエピソードみたいなのであれば教えていただきたいですけど、無理な質問とか要求をしてくる有権者がいるのかって。あ、でもね、いましたよ。遊佐議員が考えるいい議員、悪い議員、教えてください。次の質問なんですけれども、遊佐さんの年収なんて教えていただけたり。公開されてるからあれなんですけど、はい、1000ぐらい、1500万ぐらいなのかな。1500万ぐらい、うん、それって当選回数が多かったりするととかっていう査定は関係ないです。関係ないですか、うん、じゃあ常にもう1期目、はい、1回目でも2回目でも同じ、うん、はい。そこから事務所構えて人雇って日々の活動と、はいはいはい、あの事務所費とかもそこから全部出すってことですよね。あの政務活動費っていうのはあるんですけど、はい、それは使途がしっかり限られてるんで、例えば結婚式、お葬式とか自腹、はい、例えばそのお金に関わることで議員さんのルールみたいのってあると思うんですけど、こういうのをやっちゃダメみたいのってあるんですか？いや、いっぱいありますよ。例えばあのお葬式に本人が行かない時にお香で持ってっちゃうとダメなんですよ。例えば自分行けないからしげちゃんに預けるわ、はい、ちょっと行ってきてっていうのはダメ。まあ、基本的にだからお金持ちが選挙に勝てないっていうルールなんですよ。例えば有権者がじゃあ10万人いて、10万件分のお葬式に行ってる議員がいたら、やっぱお金持ちな人が勝っちゃうじゃないですか。まあそうですね。いや、わざわざ来てくれたってやっぱなるじゃない、人の心理としては、はい。まあ、中にはそうじゃない人もいると思うけど、まあ、基本的にはお金のに制約がすごい欠けてる、はいはい、政治のルールなんで。例えばこうおごったりおごられたりとかそういうのは、ね、ダメですよ。だから都合のいいルールなんですよ。だからおごられるのは OK なんです。怒られるのは OK なんですか？怒っちゃいけないんです。なるほど、なるほど。都合のいいルールなんですよ。まあ政治家が考えたのから都合がいいルールになってるのかな。なるほど、なるほど。今度怒らせてもらってもいいですか？あ、全然 OK です。ありがとうございます。またちょっとコロナが明けたら全然、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけれども、休日休暇ってしっかり取れてますか？いや、ないですよね。考えたこともないですけど、はい、ない。ない、はい、もう起きてから寝るまでフル回転みたいな、はい、なんかすごいっすね。でも自分の時間が欲しいとかないですか？そうだとしたら政治家めちゃめちゃいいんじゃないですかね。なるほど。別に他で飯食って行ってる人だってね、はい、いるわけで、私は別にご飯食べるために政治家やってるわけじゃないんで、なんだろう、休みてとか遊び行きてとかって思ったら引退すればいいんで、自分で決めてこの道入ってる以上はね、そこは最後まで真面目に向き合いたいなと思いますけどね。いや、でもその覚悟がすごいっすよね。あれですか、正月とか年末とかも？正月は忙しいんですよ。年末年始は忙しいんですよ。はい、どういったことが忙しいんですか？まあ、コロナがあってちょっとは落ち着いたにしては、基本的にほら忘年会が多かった、はい、あとやっぱ人が集まるところにずっと行ってきたものはあるんで、積み重ねてきたものはあるんで、やっぱり神社行ったりお寺行ったり支援者の家行って、お正月なんかはね、年頭のご挨拶したりとか、そういうのも含めると、あ、その議員になる前の年の冬にやってきたことを今でも続けてるんで、そこがやっぱベースになっちゃってるんで、私が何期目になろうがやっぱその家には行かなきゃいけないし、はい、と思ってるし、はい、逆にみんな楽しみに待っててくれてるんで、私も楽しみましてもらってます、はいはいはい、じゃあもう正月からそういう顔出したりとかっていうので、うん、そうですね、はいはい、で4日からはもう仕事始めなんで、まあ、仕事収まってない、始まってないみたいな感じで毎年始まっていく感じかな、はいはい、なるほど。いやー、でもその覚悟が本当にすごいなと思いますね。なんか自分もこう事業を一番最初立ち上げた時は、なんかすごいおっしゃる気持ちが分かるというか、もうとにかく自分の会社を良くしたくてがむしゃらにやってたんですけど、まあ、そうしなきゃいけないっていうふうに従業員が思っちゃったりするのもまたちょっとそれは正しいことではない。どうやってモチベーションを保ってます？私はでもごめんなさいね、自分の話になっちゃって、自分は、そうですね、やっぱりその事業意欲が多分人より強いと思うので、まあ、もっとやっぱり大きいことをしたいとか、
それこそ従業員をもっと幸せにしたいっていうのも根幹にありますし、最近あの会社の使命が決まったんですけど、世界中の人を笑顔にするっていうちょっと大きな使命を掲げたので、まあそれに貢献できることをいろいろやっていきたいなと。それがまあ自分の原動力ですかね。やっぱモチベーション保つのが一番大変かな。奮い立たせてますよ、ほんと日々。特にコロナになって、やっぱり今までみたいに夏祭りとかもなかったし、どうしようかなって思いましたね。活動がやっぱり制限されちゃいますからね。人と会うのが仕事だったのがね、人と会えなくなっちゃったわけでね。はい、今なんかその中ではやっぱ大人数にならないように、個別にとかそういう感じですか？そうですね。だから家に行くにしてもやっぱり事前に連絡しなきゃいけないし、はい、悩みながらやってる感じかな、今は。早くね、戻ってほしいですね。もうなんとか、ゆささんのこれにかかってるんで、コロナをなんとかしてください。頑張ります。お願いします。はい、じゃあ次の質問なんですけれども、まあ、今の職に就きたいと思っている人が就く前にやっといた方がいいことって何かありますか？全てを政治に捧げる覚悟が持てるかどうか、うん、遊びの時間も休みの時間も、まあ、もっと言うとお金も持ってるよりないです。それを捨ててでも政治をやりたいと思える人がいれば選挙には向いてるんじゃないかな。なるほど。そこには強い信念とかがないとやっぱり継続できないですもんね。まあ、多分しげちゃんもそうだけど、やっぱり初めてその立候補するときに一人でいいんで、はい、24時間365日自分のために尽くしてくれる人一人必要かなと思いますね。がいれば勝てるんじゃないかな、選挙も。一人でいいんで、多分、ね、最初起業したときも、やっぱり仲間がいなきゃできないわけで、癖と同じかなと思いますけど。なるほど。なんか今までのこうゆささんの話を聞いてると、やっぱり相当なね、覚悟がないと、まあ、それだけ大きなことをやるっていうことだと思うんで、志というか覚悟っていうのはもう本当必要なんだなっていうのは話を聞いて痛感しました、はい、政治家志望の方いらっしゃればそこまでこう覚悟を決めないとできないっていうのはなんかすごい世界ですよね。本当にそれが必要かどうかも分かんないけどね、まあ、自分がそうなんで、うん、まあ、少なくともそれと同じぐらいに考えといてもらった方がいいのかなとは思ってね、うん、自分とじゃあもしライバルで立候補した時にそういう人が相手になったとしても、まあその人にあんまり負ける気はしないかな。やっぱそういう思いというか志っていうのは、うん、それこそ元菅官房長官といった時にいろいろ感じたこともあるんですかね。そうですね、うん、まあ厳しかったけどすごく人間味があって、今の多分社会権とかだとあんまり人間像までは、うん、人物像までわからないと思うんだけど、はい、すごく優しくて、まあ、厳しくて面倒見が良くて、誰よりもこの私よりももっとストイックに頑張ってますんで、はあ、その姿見捨てられちゃうとね、自分なんかまだまだ頑張んなきゃ。いや、なんか本当刺激もらいますね。私も頑張りますいや、刺激者大丈夫です。政治家に頑張るとか、いや、ちょっとそれは一回見てじゃあ、次が最後の質問なんですけれども、まあ、今の議員の仕事に向いている人とはズバリどういうタイプの方ですか？人に見返りを求めない人。商売でも、まあ私もサラリーマンさんであれですけど、大体対価がお金じゃないですか。まあ信頼関係に基づいてお金をいただいてお仕事するわけですよね。はい。政治家は違うんですよね。対価は4年に1回の票なんですよね。だから見返り求めてたらできないんですよね。うん、で、見返り求める人に限って人を票と見ちゃうんだよね。この人は何票だとか、例えばしげちゃんで、うん、あ、この人10票とか、会った瞬間にそういう判断しちゃいがちなんですよ、政治家。そうじゃなくて、例えば社長と従業員さんっていう会社の中ではそういう関係であっても、私の例えばチラシ配りを手伝ってくれたら一緒だし、そういう一人一人とのやっぱ信頼関係の積み上げっていうのが大事だと思うんで、はい、うん、何か見返りを求めるとかっていうのは政治家やめた方がいいんじゃないのかなって思っちゃいますね、うん、見返り求めた瞬間に見つかされちゃいますよね。まして支援者の方だって高齢者の方もたくさんいらっしゃるんで、うん、そういう人の方がやっぱ人を見抜く力なんかたくさん持ってるはずなんで、ちゃんとやってないと見抜かれちゃうし、うん、いずれバレちゃうし、見返りを求めないで自分が信じた道を頑張れる人が政治家に向いてるのかなと思いますね、うん、なるほど、うん、いや本当貴重な意見私ですか？いつでも。わかりました。その時は相談させていただきますいや本当今日ゆさ議員本当にまさかの出演で、私もすごい緊張したんですけれども、まあ、こうしていろいろお聞かせいただいてありがとうございました。最後にちょっと個人的な質問をさせていただきたいんですけれども、はい、先々国政に出るご予定はございますか？
菅さんに言われたら考えます。なるほど、はい、じゃあこうご期待ということで、今日本当遊佐さんのいろんな話を聞いて、なんか改めてね、政治家としての覚悟っていうのをすごい感じたように思います。起業した最初の時の気持ちをなんかまたこう思い出させてくれるような、なんかすごい私にとって貴重な時間になれたので、本当に視聴者の皆さんもすごい、まあ、リアルな話として参考になったのではないでしょうか。今日は本当にありがとうございました。遊佐議員でした。ありがとうございます。はい、というわけで横浜市会議員遊佐大輔先生に今日はお越しいただきました。まあ、遊佐さんの話を聞いて、見返りを求めることなく、お金でもなく名誉でもなく、地域のためにまあ活動していくことのやっぱ大切さっていうのはすごい実感できました。そういった部分がないとやり続けることも難しいと思いますし、なかなかね、誰かのためにとか口では言ってもやり続けるって本当難しいと思うんですよ。今日遊佐さんもおっしゃってくれましたけど、まあ、政治家として貫き通すためには覚悟が一番大事だっていうことは私もすごい理解できましたし、なんか自分自身もこう会社を経営している中でいろいろ感じるところは正直ありました。そういったいい刺激をもらえた一日だったと思います。まあ、今日遊佐さんの話でもありましたけど、そういう公園に当たり前に手洗い場があったりとかしますけど、社会生活がこうして円滑に回ってるっていうことは、やっぱりそうやって政治家の方がいろいろと僕らの知らないところで活動してくれてるおかげだっていうことは改めて痛感いたしました。これからもですね、ありとあらゆる職業職種の方をお呼びして、たくさんのことを学んでいきたいと思います。コメント欄の方にこういった業種の方を呼んでもらいたいとか、こういった質問をしてもらいたいとかあれば、どしどしとコメントをお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。